ファブリツィオ自風には、イタリアの俳優、演出家、劇作家である。2014年公開の映画、人間の根打ちで、ダビット・ディドナテンド・ジョエンナン優勝を受賞した。プリッテア州及び、シチリア州にルーツを持つ家族のもと、ローマで生まれる。1992年に、シルビオ・ダ・ミーコ国立演劇芸術アカデミーを卒業し、1993年にマッシモ・カストリ演出の、 エレクトラで舞台デビューを果たす。1995年より、テオドロス・テルゾプロス主催のギリシャの劇団に参加する。2004年から2010年の間、ジュゼッペ・ベルトルッチと共同で、ガッタ・イーパゾリーに、アンティ・バイアグラフィア・ディューナ・ナジオネと題した演劇プロジェクトを主催し、NA スペシーデカ・ダーバー・ラングヒッシモと、エル・インジェネ・ガッタ・バー・ラグエラ。 オーデラ・トラジカ・イストリア・ディ・オムレット・ピラー・ビューティロの二つの、戯曲を上演する。2013年、アルベール・カミューの小説、違法人に基づく演劇、ロストロネロ、ウン・インタービスタ・インパシビレに出演する。2015年には、ピエル・パオロ・パゾリーニの小説、生命ある若者の朗読劇に出演する。また、同年、ミラノのピッコロザにて、ステファノ・マッシーに作、 ルカロンコーに演出の、レーミントリロジーに出演する。2016年、ロストロネロ、ウン・インタービスタ・インパシビレにより、イタリアゴールデンマスク演劇賞にて最優秀、モノローグ賞を受賞する。また、劇作家として、アイキス・ユア・ハンズ、カタールゴ・セミセリオ・デ・レレトレディ・モーツァルト、レ・サンテ・コード・デイ・カンティ、ノン・フェイト・トロッピ・ペティ・ゲレット・ジー・オマージョ、エイチェーザ・レッパ・ベッセ、 アチリオ・ベルトルッチ・イー・ピエル・パワロ・パゾリーニ、うん、アミチーシア・インベルシ等の戯曲を創作し、俳優としても出演している。1993年、ジュゼッペ・フェラーラ監督作、ジョバンニ・ファルコンで、スクリーンデビューを飾る。その他の出演作としては、ベネツヤ国際映画最近、死死賞を獲得した、ジャンニア・メリオ監督作、いつか来た道、グイド・キエーザ監督作、 パルチザンタイナチス解放戦線、リドリー・スコット監督作、ハンニバル、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督作、輝ける青春及び、フォンターナ広場イタリアの陰謀、アンドレア・モライオーリ監督作、湖のほとりで、マルコ・ベロッキオ監督作、歓喜人生等がある。2014年公開のパオロ・ビルズイ監督作、人間の値打ちでは、ダビット・ディドナテロ助演団優勝を、 はじめ数多くの賞を獲得した。2005年放送のデゴスパリーローモデラ・スペランツァでは、イタリア共和国初代首相を務めた政治家アルチーデ・デガスペリを2008年放送のパオロシックスイル・パパネッラ・テンペスタでは、第262代ローマ教皇パウロ6世を演じる。2010年、精神界フランコバザーリア役で主演したテレビ映画 昔マットの街があったが第一で放送される。2018年にはテレビ映画プリマチェラの手にてハンマフィアの論客として知られたジャーナリストで作家のジュゼッペ・ファーバを演じる。父は政治家ガエターの自風に。2000年に女優のソニア・ベルガマスコと結婚し、二人の娘を設けている。夫妻は映画輝ける青春や数多くの舞台で共演しているか。 戯曲の創作や舞台の演出も共同で行っている。ユベントス FC のファンである。シルビオ・ソルディーニ監督作、風の痛みでは、イヴァン・フレネクのアベル・フェラーラ監督作、パゾリーニでは、ビレム・デフォーのイタリア語吹き替えを担当している。ありがとうございます。